ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに、ふるさとの風ニュースです。10月23日、安倍総理は明治150年記念式典に出席し、冒頭の式辞で次のように述べました。今から150年前の今日、明治開元の詔勅が出されました。この節目の日に各界多数のご参列を得て明治150年記念式典を挙行いたしますことは、誠に喜びに堪えないところであります。皆様と共に我が国が近代国家に向けて歩み出した往事を思い、それを成し遂げた明治の人々に敬意と感謝を表したいと思います。近代化への道のりは大きな危機意識の中で始まりました。当時技術に先んじる列強が植民地支配を進め、その波がアジアにも押し寄せていました。国力に遅れを取っていた我が国はまさに国家存亡の危機に直面していたと言っても過言ではありません。独立を守らなければならない、当時の人々は文字通り命がけで情報を集め、策を練り、そして果敢に行動しました。内外旺盛な交流により学びに学んで、最先端の知を貪欲なまでに求め、それにとどまらず日本の良さや伝統を生かしたものにまで高めていきました。五箇条のご専門が古い同宗を破れた時、身分や階級を問わず志を追うべしと進めた通り、新しい国づくりに際してはそれまでの身分、武士、農民、町民の別に関わりなく、若者や女性を含め志を持った人々が全国各地で躍動しました。外国からも多くの人々が訪れ、我が国の発展に大きな役割を担っていただきました。明治という時代が新たに生み出した多くの人材が急速な近代化の原動力となり、我が国は近代国民国家への第一歩を踏み出しました。憲法の制定、議会の設置、内閣制度の導入など、立憲政治、議会政治の基礎が築かれました。工業化の進展、鉄道の開通、郵便や金融制度の整備、産業も大きく発展しました。義務教育が導入され、女子師範学校が開設されるなど、教育が充実したのもこの時代です。現在の政治、経済、社会の土台が築かれました。我が国の近代化は西洋に比べて極めて短い期間に行われました。それまでの歴史の礎があっての飛躍であろうとあろうことを合わせ考えたとしても、それを成し遂げた先人たちの底力、道半ばで倒れた方々も含め人々にみなぎっていたいよいよたる活力、志の高さに驚嘆せずにはいられません。同時に今を生きる私たちもこれを誇りに力強く歩んでいかなければならないと思います。今日
我が国はうちにおいては急速な少子高齢化が進行し、外に目を転じれば急激に変化を遂げる国際社会の荒波の中にあります。まさに国難ともいえる時代にあって、古きを訪ね新しきを知る、明治の人々が勇気と英断、たゆまぬ努力、奮闘によって世界に向けて大きく胸を開き、新しい時代の扉を開けたことに思いを馳せながら、私たちはこの難局に真正面から立ち向かい、乗り越えていかなければならないと思います。現在明治150年関連行事として近代化の歩みが記された、歴史的遺産を次世代に残し、学び将来につなげていこうとする取り組みが全国各地で行われています。特に若い世代の方々にはぜひともこの機会に、我が国の近代化に向けて生じた出来事、人々の息遣いに触れ、光と影、さまざまな側面を貴重な経験として学び取ってほしいと思います。来年は約200年ぶりに天皇陛下がご退位され、皇位の継承が行われます。その翌年には東京オリンピック・パラリンピックが開催され、世界中の人々が我が国に訪れ、世界の関心が日本に集まります。我が国はまさに歴史の大きな転換点を迎えようとしています。私たちは平成のその先の時代に向けて、明治の人々に習い、どんな困難にもひるむことなく未来を切り開いてまいります。そして平和で豊かな日本を次の世代に引き渡していく、その決意を申し述べ指示といたします。以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。10月15日にアメリカのポンペオ国務長官は、アメリカ の権威ある外交専門誌でありますフォーリンアフェアーズというその雑誌に、電子版でありますが、そこにトランプ政権のイラン政策に関する、外交論文を寄稿いたしました。この論文の中で、ポンペオ国務長官は対北朝鮮政策についても、いくつか重要な指摘というものをいたしております。現在トランプ政権は北朝鮮に対して FFVD と呼ばれるもの、すなわち最終的で完全に検証された非核化というものを求めております。この FFVD というものが非常に重要であるということを、ポンペオ国務長官は説明をし、そしてこの最終的で検証、完全な検証ということについてはアメリカは妥協できない、そのアメリカの最も重要だと考えるものであるという、言及がありました。そして最終的という、意味でありますが、それは北朝鮮が、その WMD 大量破壊兵器の計画と同時に弾道ミサイルの計画というものを今後再び開始しないと、再開させないという、そういう可能性がないということを意味するのがこの最終的という言葉であると説明をいたしまして、また完全な検証という言葉は、これは
イランとの間のイラン核合意よりもですね、より強力な検証基準というものを課すものであって、まあ、そこには、北朝鮮の軍事施設の査察というものも含まれるという、まあ、そういう考え方をポンペオ国務長官は示しましたが、まあ、このポンペオ国務長官の要求というのは非常に北朝鮮にとってみると受け入れることが難しい、まあ、そういう非常にきつい要求ということになるだろうと思います。まあ、特に軍事施設を査察の対象に含めようというのが、まあ、今回ポンペオ国務長官が、ね、述べた点でありますが、まあ、これは今の現在の北朝鮮の状況では、受け入れられないということになるだろうと思いますし、また、その最終的という意味で北朝鮮の WMD 大量破壊兵器の計画、そして弾道ミサイルの計画というものを再び始めないと、再開させないという要求を突きつけられたわけですが、これも非常に北朝鮮にとってみると実行することが難しいという話になるだろうと。実際、非核化と言いつつ核兵器のみならず WMD でありますから大量破壊兵器ということで、実は生物兵器、化学兵器の、まあ、計画についてもそこに含まれるということになります。で、北朝鮮にしてみると非核化だけではなくて生物兵器も化学兵器も放棄するということになると、まあ、やはりこれは北にとってみると困難だということになるでしょうし、まあ、同時に弾道ミサイルとの計画も入っているわけですから、まあ、非核化と言いながら範囲が非常に広いということで、まあ、北朝鮮がそれを受け入れることは非常にまあ難しいということになろうかと思いますが、まあ、しかし、その方向に動いてアメリカとの妥協を図らなければ、まあ、米朝間の合意というのは成立しないということでありますので、まあ、今北朝鮮がやるべきは現時点で考えても北朝鮮が可能であると考えられるものということになろうかと思います。まあ、それは、少なくともまず最初に4秒の核施設の内容あるいは活動記録について申告をすると、アメリカに対してそれを申告して説明するという、それをまずやるべきだということになるかと思います。北朝鮮は9月19日の韓国との9月平壌宣言の中でアメリカが総措置を取るんであれば、北朝鮮は4ビョンの核施設を、まあ、永久に廃棄することもできるという、まあ、そういうことを明らかにいたしましたが、まあ、だとするならばまず4ビョンの核施設というものがどういうものなのか、今どういう状況になっているのかと、その内容現状というものを申告すべきでありますし、それは十分に北朝鮮やることができると思います。まず第一にプルトニウム生産関連の施設、5メガワットの原子炉あるいは再処理施設あるいは燃料加工施設といったものの内容を申告する。2番目には濃縮ウランの施設、まあ、これは一切今まで北朝鮮は外に対して公開しておりませんので、まあ、その内容を申告する。3番目には軽水炉建設を北朝鮮は行っておりますが、まあ、この内容についても申告をする。まあ、これは北朝鮮がやろうと思えばできることでありますので、まずそこから北朝鮮は始めるべきであると言っていいと思います。先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。今週の一曲です。今週は拉致問題の解決を願って歌われている歌、南こうせつで国境の風をお届けしましょう。それではお聴きください。遥か
海を越え遠き母のたち鳥たちはこの空を自由に飛び交うよせめてこの心せめてこの想い悲しみを伝えてよ愛する人へと時は何も言わずに悲しげな微笑み投げるけどこの空に国境の壁はないから南こうせつで国境の風をお聞きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は9月26日に鹿児島県鹿屋市で上演された拉致問題をテーマとする舞台劇恵みへの誓い奪還での講演挨拶をお届けします。今回は鹿児島県大隅地域振興局長の堀之内健郎さんと
鹿屋市長の中西茂さんによる講演挨拶をお送りします。皆さんこんにちは。鹿児島県大隅地域振興局長の堀之内でございます。会場には北朝鮮により拉致された可能性を排除できないとされる園田はじめさん、敏子さんご夫妻のお子様でいらっしゃいます前山理恵子様とそのご主人の三明様、そして同じく田中正光さんの妹様でいらっしゃいます室岡育代様にもおいでいただきました。厚く御礼を申し上げます。さて本県出身の市川修一さん、増本留美子さんが今から40年前の8月浜に夕日を見に行くと言って出かけられて日置市の吹上浜海岸で拉致され未だ帰国を果たしていません。本日ご家族がお越しの園田はじめさん、敏子さんご夫妻は大崎町の自宅から宮崎空港へ向かう途中で行方がわからなくなり、また田中正光さんは千葉県で行方がわからなくなっているところで、全国には今も帰国が実現していない政府認定の拉致被害者が市川さん、増本さんを含めて12名いらっしゃいます。そして北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者883名のうち本県関係者で氏名が公表されている方が23名いらっしゃいます。ご本人は言うまでもなく、ご家族関係者の皆様には長く苦しい日が続き、心中を察するにあまりあるものがございます。現在はご本人やそのご家族の方々もご高齢となり、問題解決には一刻の猶予もありません。このような中、県では全国知事会等を通じ拉致被害者等の早期帰国の実現のために適切な措置を講ずるよう政府に対して引き続き要請をしているところでございます。そして拉致問題の早期解決のためには県民お一人お一人の声が解決に向けた何よりも強い力となり、ご本人とご家族の大きな心の支えとなります。本日は多くの高校生の皆様にもお越しいただいております。鹿児島県大隅地域振興局長の堀之内さんのメッセージをお聞きいただきました。続いて中西茂鹿屋市長による講演挨拶をお送りします。皆さんこんにちは。鹿屋市長の中西でございます。この舞台劇には本市出身の上島直子さんが田口八重子さんの役で出演されており、大変ご縁を感じているところでございます。さて今から40年前の昭和53年8月12日本市紀北町出身の市川修一さんと姶良市の増本留美子さんが吹上浜で北朝鮮に拉致されるという許されざる事件が発生しております。今もなおお二人や横田めぐみさんをはじめとする拉致被害者12名の帰国は実現しておりません。また北朝鮮に拉致された可能性を排除できない方々も全国に800人以上いるとされております。その中で本市在住の前山理恵子さんのご両親、園田はじめさん、敏子さんご夫妻も拉致の可能性が高い特定失踪者とされているところであります。このような中におきまして、本市におきましては署名活動への協力や各種啓発活動をはじめ国県との共催による拉致問題を考える国民の集い in 鹿屋の開催のほか、鹿屋市ふれあい福祉祭りや人権問題研修会などで拉致被害者である市川修一さんのお兄様である市川健一さん、龍子さんによる講演会の開催など拉致問題を風化させない取り組みを実施しているところであります。拉致問題の解決には全ての国民が忘れずに
関心を持ち続け、必ずや拉致問題を解決するという強い意志を示すことが大切であります。今週は鹿児島県大隅地域振興局長の堀之内さんと中西茂鹿屋市長によるメッセージをお届けしました。皆さん、お聞きいただけましたでしょうか。政府だけでなく地方自治体も拉致問題の一日も早い解決を願い、さまざまな取り組みを行っています。もちろん政府も問題解決のため全力を尽くします。帰国が実現するその日までもう少しご辛抱ください。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。またお会いしましょう。